州女子学テイクミング、踊るよ。
Thank you.
曲聴いてください。絶対レード二人が奏でる
きたいと思います。ルナちゃん、はい、はい、大丈夫かな、頼まれてよしよし。今日は主催ライブから定期公演までこんなたくさんの人に見ていただいて、そしてこんなにたくさんの方が集まっていただいて、とてもとても感謝しています。すいません、頭が真っ白になったので出し切った証拠、もう全部出し切りました。皆さん本当にありがとうございました。はい、皆さん今日は定期公演、そして主催ライブにも来てくださった方ありがとうございました。とても幸せな一日でした。あのペンライトもとても綺麗でしたし、あの今までにやったことないファッションショーだったり、あのソロも今回みんなね別々の曲調というか、みんな新しい一面をそれぞれ皆さんに見せれたんじゃないかなと思います。とても最高のライブでした。ありがとうございました。はい、今日は皆さんお越しいただき本当にありがとうございました。でこうしてね、塚田芳生さんでね、花道も出していただいたりして、本当にもう感謝しています。皆さんもね、あの主催からここに回してきた方もいると思うんですけど、本当に本当に、ね、女子オープンを見るために来てくださっていることを本当にもう本当に幸せです。これからもね、あのこれからもねなんかこれからも頑張るね、違う、おばちゃんみたいになってしまった、おばちゃんこれからもねみたいな、まあ、大丈夫、これからもあの定期公演どんどん続けていって、もっとねあのレベルアップした九州女子オープンが見せられるように頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、今日はスカライスパシオさんに来ていただきありがとうございます。本当に最高の一日になりました。皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。はい、皆さん今日はお越しくださり本当にありがとうございました。皆さんの笑顔をこんなに近くで見ることができて本当に楽しかったですし、九州女子オープンもっともっと大きくなっていきたいなと思った一日でした。ありがとうございました。はい、ここで最後に九州女子オープンから告知があります。はい、4月がもう終わるということで、ね、はい、4月はどんたくですよ皆さん。覚えやすい。はい、皆さんぜひ女子オークの店に移動しましょう。お願いします。お願いします。そして5月20日、これは初めて日曜日です、はい、九州女子オーク第5回目の定期公演を久留米シティプラザシーボックスさんにて行います。ここでもね、また新しい女子オークとしての挑戦が何かできたらいいなと思っていますので、ぜひ皆さん駆けつけてほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。主催ライブ九州ガールズウィークボリューム3の開催が決まりました。はい、今日日にちはですね9月1日のビートステーションさんにて行わせていただきます。ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Come on!
もっと大きくなっていきます。